はい、どうも皆さんこんにちは。今日は2022年の2月の12日ですね、土曜日、なんか金土日の3連休です。ちょっとね、今日が土曜日、中日が土曜日っていうのはちょっとね、なんかちょっと違和感を覚えてしまうような感じですね。3連休です。土日月が多いものですからね、なんかそんな感じで今日は土曜日だったっていうのでね、なんかいつもと違うような感じがしております。南紀1号については、4両編成ですね。4両編成というのはもう運行という感じですね。昨日と同じような感じですね。さあ、名古屋の車両区、ここに、ね、全然ね、いません。昨日はキハ8号203がいました。あとキハ8号の6番、今日キタ9号6両編成なんですが、本来であればあれでいいですねが、一番左側にキハ8号203がつくんですが、どうなんでしょうかね。ちょっとね、違うような形でございますね。ヒダ9号の造血車両はどこにあるかなということでね、ちょっとチラチラとこの辺りを見てたんですけど、どこにも85の200番台とか84のね、車両が止まってないので、何を使うのかなというか非常に気になっておりますが、ちょっと見てみます。さあ、ヒダ5号についてはいかがですか。これ造血車両についてはヒダ9号の水が使われておりますので、ね、はい、非常にいいですと、非常にですね、これがね、使われております。この辺りは、まあ、運用通りになっておりますね。はい、ヒダ5号、今日は出発ちょっと遅れておりまして、南紀2号、さっきに入線という形でございます。南紀2号について、南紀1号、4号に入線の1号車、2号車ですね、同じ85系の、ね、このね、商品税と関連税があるというのがね、はい、こんな形でね、やっていきましょう。まあ、このね、ナッキの2号とか、あんまり人がね、作業設置されないので、まあ、これが2号とか、そういうふうになりますのでね。ただ、ヒダ5号がでございます。続いてナッキ3号でございますね。ナッキ3号、キー桂行きでございます。こちらは4両編成ですね。先ほど映っておりました南紀3号の編成、4両編成という形で映っておりました。こちらが入ってきました。これは昨日のですね、造血については、南紀1号のね、自分のやつが映っておりますので、8号の0がですね、先に桂側で処置されております。8号の1番ですね、テープでね、8号の1が桂側で処置されております。はい、これが、ね、一番ね、あれですよね、写真撮るにも乗るにも一番いいね、編成でございますね。さあ、ヒダ7号、富山行きでございます。さあ、ヒダ7号については造血がもう84になっておりますのでね、このままの編成で多分3連休行くんだろうなっていうところがね、見えてきております。さあ、なんか今日はですね、このヒダ7号が入る、要するにね、11番線入りました。12番線にEP0 の快速表示が止まっておりまして、結構それでシャッターチャンスになったのがちょっと数分間しております。さあ、動画終了でございます。最後までご視聴いただきありがとうございました。またね、とってもありがとうございます。ご視聴ください。チャンネル登録まだの方にしていただけると助かりますので、よろしくお願いします。それでは、さよなら。